こんにちは、ジョーです。今から8月5日 TIFF2023 のネットチェキのメンバーが始めたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ行きます。ふみふみありがとう、買ってくれてありがとう。ふみふみありがとう。はい、今回 TIFF2023 ということで新衣装でございます。いかがでしょうか。はい、こうやってね、新衣装がねお披露目できて本当に嬉しいなと思っております。こういう感じでなんか水色がねいっぱいあって、今回は結構メンバーカラーがメインの衣装になるので、しかもねめちゃくちゃね和な感じで、袖もねリーは初めてねこういうねあの和な袖、和服みたいな結構着物みたいな袖がつきました。楽しみ、めっちゃ嬉しいのこれこれからもねいっぱいこういう衣装でねいろんなところね回ろうと思っておりますので、いろんなね姿のリーが見てもらえたら嬉しいなって思います。いつもありがとう。はい、じゃあ次行きます。ドラゲンありがとう、買ってくれてありがとう。はい、今回は和の感じなのでちょっといい感じにお花も散らした和な感じになりました。はい、しかもね前髪をずっと作ってたんだけど、前髪を一層上げてね、後ろもね結構ハーフアップにしたりとかして、結構ね大人っぽい印象にチェンジしちゃったんじゃないかなって思います。はい、ティフはね本当にねみんなのおかげでこうやってね出ることができたので本当に嬉しいなって思います。去年も出たんですけど、今年もね同じメンバーで出れるようになったので本当に嬉しいなって思います。はい、本当にねこういうねなんか大型イベントとかにね出ると、やっぱりみんなのね本当になんかみんなに感謝するというか、本当にね結構楽しくてね、なんかなんだろう、こういうイベントに出れて本当に幸せだなって思うので、これからもねドラゲンも一緒にねこういう幸せな空間、一緒の時間ね作っていけたらいいなと思いますので、楽しみにしててください。いつもありがとう。じゃあ次行きます。ひろちゃんありがとう。はい、マジでねこの衣装はね本当に何だろう、カンナギっぽさもありつつ可愛さもありつつみたいな衣装になったので、すごく嬉しいなって思います。なんかひろちゃんはねいろんなね衣装を見てきてくれたしね、こういうね和な感じも結構好きになってくれるかなと思うんですけど、いかがでしょうか。はい、今回はね本当にねなんかね袖のねお花の感じがねめちゃくちゃ好きで、リーカラフルなお花がいっぱいね散りばめられてて、布も結構ダークな色からちょっと明るい色になっていく感じもめちゃくちゃ好きで、結構ねこの衣装気に入っておりますので、はい、ひろちゃんもね結構好きになってくれたら嬉しいなって思います。いつもありがとう。はい、じゃあ次行きます。ムタンありがとう、買ってくれてありがとう。はい、今回はですね新衣装ということで、ティフのバッジっていうかティフのスタッフのなんかやつと一緒に撮りました。いかがですか。なんか結構多分ねハーフアップとか好きじゃないかなって思ってるんだけど、どうかな。なんかサイドポニー好きなのは知ってるんだけど、ハーフアップ好きだったんじゃないかなって思っております。なんかリーは結構今回は前髪を上げるようになってしまいましたが、前髪なしもありもどっちも好きですよね、ムタはねなんか今回本当に可愛い衣装になったから、なんかムタ好きなんじゃないかなって思ってます。結構カラフルなお花だったり、なんか襟だったり、なんかねリーねつけないようなねバチバチのこういうね服着ときながらバチバチのネックレスつけてたりするので、なんか結構そういうアンバランスのところ、アンバランスっていうかなんかそういうなんかいろんなテイスト合わせたところが結構見どころになるので、結構楽しみだなって、これからどういう風にみんなに見られるのかなって楽しみになってるので、天女っぽい感じ天女っぽくなりました。これからも天女みたいなリーもよろしくね。いつもありがとう。はい、じゃあ次行きます。カヌーありがとう、買ってくれてありがとう、めっちゃ嬉しい。はい、この時はねティフめちゃくちゃ暑かったよね、本当に暑くて、でもめちゃめちゃ楽しくて、本当なんか野外のステージ、ティフで野外のステージって初めて出たんだよリーたち。でもなんかすごく楽しくて、野外のステージもいいなって思ったし、やっぱ夏フェスだなって思った、本当に夏フェスだな、楽しいなって思ったし、しかもこうやって一新衣装で
新曲も披露させていただけて、本当になんかね、いろんな人にカンナギラビッツっていうお名前だったりとか人だったりとか、そういうキャラクターもね知ってもらえた機会になったんじゃないかなと思うから、本当に嬉しいなって思います。いつも本当にありがとうございます。これからもいろんなねところのフェスだったり大きいイベントだったりとか、ま、あの普通に対バンだったりとか自分たちの単独イベントだったりとかいっぱいすると思うんだけど、その中でねいっぱいたくさんね自分たちの魅力だったりとかいろんな気持ちだったりとかが伝わればいいなと思っておりますので、これからもいっぱいいっぱいリーたちの好きなところをいっぱいいっぱい見つけてください。いつもありがとう。はい、じゃあ次行きます。なっちゃんありがとう、買ってくれてありがとう。なっちゃんに早く見せたいよでもこれを見てる頃にはねきっともうなっちゃんは見てるはずだからあれなんだけど、はい、ねこういう感じに可愛くなりました。なっちゃんの大好きなデコ出しですよ。いかがでしょうか、デコ出しお姉さんになってしまった嬉しい、ありがとう。なんかねこの衣装ね結構ねなっちゃんからしたらね好きかもしれないなって思ってるところがね結構いろいろあってね、意外とねあのね衣装がその別に隠れているのにちょっとエロいっていうなんでなんだろうね。なんかねリーはねあなんかやっぱり、ね、あんま出さない方がねエロく見えるっぽくて、やっぱりその布が多い面積の方がちょっとエロくなっちゃう可能性はある気がする。なんかなんでなんだろう、すごくねすごくね隠れてるんだよこれ。リーからしたら結構史上最強ぐらいに隠れてるんだけどちょっとエロいっていう衣装なので、ちょっとなちゃんに絶対気に入ってもらえると思うから楽しみにしててください。いつもありがとう。はい、じゃあ次行きます。トーリーありがとう、買ってくれてありがとう。トーリー嬉しい、ありがとね。はい、今回はですね、はい、新しいリーも愛してねっていうポーズにしてみました。はい、ティフでねこうやって新衣装を広めにできることを本当に心から嬉しく思っております。そして新曲も聴いてくれましたか。新曲もめちゃくちゃ可愛くてね、結構リーねセンターが多くて結構、ま、目立たせていただく曲なので、しかも初めて落ちたびをああやってなんか一人で落ちサビをこうやって歌わせていただくっていうのが結構ないからめちゃくちゃ嬉しいのね。なんか歌組でなんか二人でとかなんかまああの三人で割ってとかはあるんだけど、なんかほんと一人で丸々歌うっていうのがないからめっちゃ嬉しくてでそういう思い出の曲だったら思い出の印象になりそうなので、これからもこういうリフも愛してくれたら嬉しいなって思います。いつもありがとう。はい、じゃあラストかな、ラストいきます。しゅうかんありがとう、嬉しい、ありがとね、買ってくれて。はい、たくさんリボンを描きました。可愛くないですか。見えるから見えないよね。はい、でもねこういうね衣装をねなんか早くね見せたい、みんなにいっぱい見せたい、いろんな人に。なんかさ新衣装になったら結構ワクワク止まらんくらい、わからんかもしれんけどね、新衣装って結構ワクワクが止まらんくて、なんかどう思われるだろう、可愛いって思われたいなとか綺麗とかなんか素敵だなとか好きになってほしいなとかいっぱい思うから、いや結構ワクワクが止まらないんですけど、早くみんなにチヤホヤされたいなそして潮香にめっちゃキャッキキャッキ言われたいなって思っております。リーは全力で、だから早くね大阪行くからね、ちょっと楽しみにしててね。リーも早く会いたくてさ、すごく早く会いたくて、毎日毎日ね寝る時もね潮香元気かなとか思ったりしちゃうからさ、だからちょっと楽しみにしてるので、これからもねこういうリーですが楽しみに待ってて、ちゃんと帰るから大阪にいっぱい帰りたいなって心の底から思ってるので、潮香を待っててください。本当に大好きだよ、しゅうかありがとう。はい、以上でリオンのつちゃきの名前で終わりたいと思います。買ってくださってありがとうございました。ネクスト